はい、皆さんおはようございます。今ですね、はい、朝の10時でございます。今日、何の日か知ってますか？4月2日やろ、今。はい、分からん。令和って発表されてから2日目が経ちました。それ何の日なの？それ何の日？はい、まあ、というわけで、うん、今日はね、何やるかと言いますと、うん、前回7万円の炊飯器を紹介したじゃないですか。はい、まあ、それでみんなで美味しくちょっとご飯を生卵かけご飯とか、うん、まあ、食べたんですけれども、ちょっと前回の動画ではね、詳しく7万円の炊飯器ってあんま触れてなかったと。はいはいはい、いうことで、今日はこちらの炊き込みご飯を、うん、炊いてみんなで食べるんですけれど、まあ、炊き込みご飯食べて、まあ、どんなすごい炊飯器なのかっていうのも一緒にね、紹介しようかなと思います。はい、していこう。どうですか、炊飯器みたいな顔してますけど。やかましいわ、圧力鍋ちゃうわ。まあ、注目はここっすね。うん、極めの、なんて言うんですかね、これ極め、はがま、わからん。俺ここちょっと間違えたらちょっと恥ずかしいから言うのやめとくわ。とりあえずこちらでございます。圧力 H、 圧力 IH の、IH、ふんさす、はい、極めふんふん。でここなんか僕見たんですけど、うん、ここのね、極めホーンとなんでそんなさ、極めホーンホーンホーンとこのね、高めホーンがあるんですよ。うん、だからおそらくね、極めの方がいいんでしょうね、これね。あ、そうやね。あの、この、この炊飯器、はい、こいつのね、素晴らしい特徴がありまして、うん、はい、何ですか。この極め保存にすると、はい、なんと40時間、はい、美味しくお米が保たれるという。40時間40時間です。まあ、結構長いですね。もう2日ですよ。2日、ほぼ2日、2日美味しい状態で食えると。そういうことですよ。おー、素晴らしいですよね。はい、まあ、忙しい主婦の方におすすめですよ。はい、で、他もう一個なんかとっておきのやつがあるんですよね。あ、そう、これ秘密があって、はい、皆さんお米って、まあ、固めが良かったり柔らかめが良かったり好みあると思うんですけど、ありますね。実はこれ、はい、お米の硬さとかっていうのを121通りから選べるっていう。121通り121通りから選べます。ってことはじゃあもう毎日1個ずつ選べる。そう、もう選べる。そう、まあ、まあそういうことですよ、硬さをね。うん、素晴らしい。じゃあもう飽きないですね、これね。飽きないね。うん、じゃあ早速、あとここで僕こうボタン押したんですよ、ここ、うん、項目がなんかね、結構ね、結構あって。あ、そう、まあつまり これがそういうことやね。ですよね、うん、で、ここをポチッと押してお米選択で、うん、結構こんな処理が選べるんですよね。はいはいはい、はい、こうしゃっきり、ややしゃっきりとか、うん、まあ、特急急速みたいな、電車みたいな感じで、うん、箱米選択ね、もできるんですよね。白米選択、お米、無洗米からも選べると。玄米、まあ、玄米になると熟成と普通しかないと。あ、おかゆもあるね。おかゆもできる、うん、素晴らしいね。そう、お弁当とかね、うん、あ、これね、そう、お弁当に適したお米も炊けるっていう、うん、これすごそうじゃないですか、このなんか何やろ、おこげ、うん、じゃあおこげができるみたいな。あ、おこげができんの、これで。あの、すごいですね。すごすぎ、すごい機能だね。へえー、なんかドガマしかおこげってできへんのよ、うん、基本的に。あ、そうなんですか。その鍋、はいはい、鍋だけでしかできへんねんけど、うん、炊飯器でおこげ作っちゃうっていう、すごい時代。さすが7万円の炊飯器ですね。そういうことですよ。で、あとこれびっくり仰天が、こうポチッと押すじゃないですか。うん、まあ、ちょっとここちょっと汚いです。ちょっと汚いですけどね。はい、ここをクローズ押すと自動で閉まるんですよね、これね、うん、ほら、どうですか、通称、まあ、ドヤ顔ですよ、炊飯器側の。炊飯器側の。あ、おはようございます。あ、おはようございます。あ、りっちゃんです。おはようございます。りっちゃん、これ知ってる、ここの機能。知ってます。あ、知ってるか。え、どこ押せばいいの。ここ、ここ押せばいいの。うん、はい。あら、すごいわね。もうこれで、もうりっちゃんにもお手持てよ。お買い上げどうですか。いや、別にでも、そう、閉めるのそんな大変じゃない。そんな大変じゃない。そんな大変、うん、こうやったらいいだけやもんな。うん、そうだね。いやさ、例えばなんかリモコン見て遠くからだったらまださ、いや必要ないわ。リモコンでピッと。リモコン必要ないな。リモコン炊飯器で。あ、でもこうやってご飯、こうやってついでこうやって向こうのテーブル行く。あ、行っちゃったみたいな。スマートに、あーみたいな。え、あ、確かにちょっと便利そう。あ、ちょっとスマートやね。うん、あー、そういうこと、いや。ちょっといるかな。にし にしてもやな。なんか、シリみたいな感じでセリフで言ったらいいですけどね。あ、なんか、ヘイ、
炊飯器みたいな感じで炊飯器炊いといて炊いといてはい、わかりましたってちょっと待った。あ、すげえ。お、ありがとうございます。 ありがとうございます。ボンボンキッチンにいっぱい援助物資が。そうじゃないね。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ではじゃあ早速ちょっと炊き込みご飯作っていきますか。作っていこう。はい、うん、みんなも腹つかしてるからね。今回はどうしようかな。銀河の雫いっとく。銀河いっちゃいます。うん、なんで炊き込みご飯ですか。多分ねこれ何でもいいだから僕もすでにここに用意したんですよじゃあまあ無洗米の、はい、これでいこうぜ。無洗米でゆめピリカでいきます。はい、とりあえずそのさ、小声でさ、何でもいいって言わない。まあちょっと炊き込みご飯ですか。何だっていい、はい、いや、米大事よ、炊き込みご飯でも。まあね。あ、こちらですね。無洗米用の余数もある。 あでも基本は多分これやな。基本こちら。基本これで、水入れるときはこれかな。あ、なるほどね。無洗米ならこちらは無洗米のご飯ですか。そうです、イメピリカって言って、うん、まあなんかね、楽天で1位でした。楽天で1位ですか、うん、検索したら。今回は4号ですね。4号です。2号炊き用、2号炊き用の五目釜飯を使って4号炊きます。はい、こちらですね。うん、はい、銀座六三亭料理の五目釜飯。うん、うん、これを使う。まず、はい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 、出汁を入れますと。出汁を先に入れちゃうのね。うん、2袋入ってるのかな。はい、こだわりだし、これね、はい、よく振ってください。これ、はい、だしは開ける前によく振ってください。うん、お米2合を研ぎ、だしを入れます。で、白米炊く時と同じ水加減にし、よくかき混ぜます。あ、ってことは水は水です。4合分入れていいってこと。4合分入れちゃってってことってことやね。はい、で、まずだし入れます。おお、だし先入れてみるから、水入れてだしな気がするけどまあでもまあ、いや書いてある通り、まあ書いてある通りね、やればとりあえず間違いないんじゃないですかね。はい、これもよく入れます。おーい、おー、いいっすね。もうすでに美味しそうですね。うん、香りがいいね。うん、この醤油だし、うん、素晴らしい。で、次は、水を入れますと。で、これはもう4合だけと同じ分量ね。4杯ってことですか。うん、はい、なんか大丈夫って思うよな。ちょっと若干心配しますけども。ちょっと若干心配よね。これもう今何杯入れた。これ3杯目や。3杯目そんぐらい覚えてください何杯入れたんだもうおじいちゃんやはい、4杯入れましたと。なんか味噌汁みたいになりましたね。ああ、で、次は上に具を乗せ炊飯しますと。豪快にいくよ。うん、豪快にいっちゃうよ。よっちふうに言うとね。おー、すごい、いっちゃうよ。おー、すごいね。なんかあれみたいだね、豚汁みたいだね。なんで例えが全部汁系やちょっと豚汁風に見えますね。確かにな、もうこう見たら豚汁やわな。うん、なんやろ、ちょっと味噌汁ちょっと入れて、うん、置いといて、ちょっと沈殿した時の豚汁みたいな。では1時間後お会いしましょう。炊飯スタート。これでやな。うん、あ、待って、まあ、ここちょっと選ばないと。あ、待って待って、キャンセル、キャンセル、キャンセル。ちょちょちょ、キャンセル。お米、あ、無洗米やね。無洗米どうする。しゃ、普通にしときますか。とりあえずね、普通で OK。 あ、でも炊き込みとかあるんだよ。あ、じゃあ炊き込み項目ですね。炊き込み項目いこうか。はい、これでいいやんな。おい、 OK。 じゃあ炊飯スタート。あ、86分なった。お、じゃあ86分後お会いしましょう。あ、じゃあ最後、じゃあちょっとお米みたいな顔のグッピーさんほんま悪口多いよマジで。ちょっと一発芸を一発芸お米にちなんで。ちょっと厳しいです。ちょっと厳しいです。ありがとうございます。ちょっとアドリブちょっと苦手なんです。はい。いや、でも使える、今使ってる。使ってるけど。私はしょうがないやん。そうそうそう。私だけで。はい、というわけで、うん、できました。できました。じゃあ、いくね。はい。オープンから。
釜飯。めちゃめちゃうまそうっすね。やべえ香り。じゃあこれをみんなで食べましょう、うん、振る舞っていこう。はい、なんかよくかき混ぜんといけねえみたいだからね。かき混ぜちゃってください、うん、あこれはすごいね。これめちゃめちゃうまそうっすね、うん、縦に切ってひっくり返す。おこげとかあります？お、いいっすね。なんかおこげっぽいものができてる。いいじゃないっすか。そうなんですよ、できました。めっちゃ美味しそう。食べたい食べたい食べましょう。食べたい食べたい食べたい食べな食べな。え、もういいの？食べて。うん、どうぞどうぞ。イエーイ、食べな食べな。具たくさん取ろう。もう最近もうさ、これがあると思ってさ、はい、お昼持ってきてないから。あ、そうだ、あと今日はあのお味噌汁も用意しております。ちょっとお湯の方を。あ、そうなんや。グッピーさん、はい、ちょっとお湯沸かしてください。あ、ほんまや、長谷やね。はい、マジか、はい、やばいじゃん。こちらです。超うまそうなんだ。朝揚げっていうものを買ってきました。ありがとうございます。はい、じゃあなんか器、コップで、じゃあみんな3人分。そうですね。あ、2人も食べる？あ、僕は後で食べますね。じゃあとりあえず3人分。とりあえず、わーい、お母さん。お母さん、お母さん、お腹減って。お母さん、私もよ。え、私もよって。うわ、すごい。すいてすいて。炊き込みご飯。これ。味噌汁付き、ね。日に日にレベルが上がってんじゃん、これ。そうですね。まあもうボンボン食堂、はい。ボンボン食堂。はい。オフィス店でございます。オフィス店ね。はい。いいね。なんかさ、こう、はい、屋台みたいに作りたいよね。あ、ここのれん、のれんを垂らしてさ、こうね、ボンボン食堂ってさ。やりたいですね。いらっしゃいいらっしゃいなんて。のれんを作って。ってさ、はい。で社員がさ、これでね、あ。ああ、やるか。ここ社員食堂の社員食堂でしょ。300円ぐらい取っていいんじゃない。そう、取っていいよ。300円ぐらいだってさ、外行くのめんどくさい。そう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 。あ、確かにそうですね。ね、それはね、活気づいていいよね、うん、オフィスにさ、そういう食堂ないじゃん。社食、社食、社食。あ、ウームの社食。そう、ウーム社食いっちゃいますか。作ろう作ろう。それね、ちょっとカムラさんに言って言って作る。ちょっと屋台作っていいですかって言って、もうそれちょっとカムラさんに相談して、はい、ちょっと予言、はい、それをカムラさんに頼みに行く動画作る。さっきビニール。あ、僕が、あ、社長室行ってね。ユースさん一緒に行きましょう。いや、僕はいいです。一緒に行きましょう。僕はいいです。一応ユースさんも前その経験があるじゃないですか。うん、はい、うん。お店を出すっていう。おお、まあありますけれども、ちょっとね。それの参考をしたい。ああ、なるほどね。一緒に行きましょう。ああ、カムラさんなんか何でもいいよって言いそうだけどね。なんかね、あ、いいよ、うん、やって、やっちゃったらって。できた写真ちょうだいみたいな。この企画のゴールは。うん、社食を作ること。いいね、ウーム社食。だってグーグルとかあるからね。ね、美味しそう。ここにもうのれんを使って。そうそう、はい、社食を作ろう。やりましょう。ちょっと炊飯器から始まり、はい、最後はお店で終わると。じゃあちょっとこの炊飯器もう5個ぐらいちょっと食べて。いや、5個もいらねえ。5個もいらねえ。はい、どうぞ。業務用の炊飯器が欲しい。そうだね、社食を作ろう。作りましょう。はい、それぐらいしないとね、撮ってる意味ないから。これ、はい、そうですね、はい。ね、これただ俺らが食べてる動画なんか面白くないから。じゃあ、まさかね、設立メンバーここでちょっとやりましょう。マジで美味しそうだけど、これ始まりすぎないから。これは、はい、うん、どうですか。うん、美味しい。美味しいですか。じゃあちょっとこう一人一人じゃあこう寄っていきますね。おお、はい、じゃあまずはりっちゃん。めっちゃ美味しいよこれ。うん、具めっちゃ入ってるし。うん、あー美味しい。うん、これさ、うん、ん、美味しいですか。うん、うん、うん、う、米何使ってんの。米は今回はあの夢ピリカ。夢ピリカ、うん、夢ピリカ、はい、まあ、無洗米のやつを使ってます。あ、無洗米ね、いいよね。はい、あ、美味しいです。美味しいですか。うん、めっちゃ美味しい。じゃあだったら、炊き込みも美味しいよね。ポリキリ、あ、味噌汁、美味しいじゃん。味噌汁しか飲んでませんけども。両県の炊いた米食べれねえよって。あ、いや、これ炊き込み、あ、炊き立てだよね。炊き立てですもん。めっちゃ美味しい。ほんとすぐできたばっかっす。うん、炊きたて美味しいわ。カズさんもね、炊きたてのご飯しか食べないって言ってた。あ、美味しいっすか。それは贅沢だね。うん、ね、作り置き楽なんだけど、やっぱ炊き込みが一番うまいから。カズさんもね、はい、それしか食べないっつって。こちらのあの炊飯器なんですけど、うん、40時間まで保温できる。そう、あー、すごいね。その、はい、40時間保温しても美味しいですよっていう。あー、そうなんですよ。それぐらいしたらさ、
カピカピなのもね、うん、なんかね、周りについちゃうよね。なっちゃいますね。うん、あ、それはつかないと。なりませんね。あと、しかもこう、お米の種類がありまして、硬さと柔らかさで、いくつでしたっけ？121通り。はい、え、どういうこと？121通りの。え、お米選択できるの？できるんですよ。え、何これ、ゆめぴりかって選べんの？いや、ゆめぴりかというよりは、硬さの細かい調整みたいなのが、米の硬さ調整できるんですよ。その何十通りと。それが121通り。で、今回はまあ、普通にしております。121通り、はい、ね、そんなに、どういうこと？って分かんない。柔らかめで炊いて。次、柔らかめで。じゃあ、このカメラに向かって、じゃあ。辞書じゃん。次は、柔らかめで炊いてもらいます。はい。書かとしたら少ない。で、次回はじゃあ、柔らかめです。すごいね。え、柔らかめ好き？ん？あんまりこだわりない。うん。やった。じゃあ、お粥とかもちょっと作ってみたいですよね。どんな感じなのかっていうのを。めっちゃ固めと、めっちゃ柔らかめの差を知りたい。うん。あー、どんな感じなのか。うん。まあ、歯ごたえあるやろうな。めちゃくちゃ固いの食ってみたい。ちょっと芯まず残ってるみたいな。うん。そうそうそう。男飯って感じだな。ね。めっちゃうまいんだけど、マジで。この炊飯器でさ、他になんか作れないの？ご飯以外で。なんか作れます。パンとかなんか作るのかな。わかんないけど。そうやね。懐石料理ぐらいは。ちょっとなんかまあゆくゆく調べてなんか、ね、なんかケーキとか作れそうだったら。7万円出しろだって。そうそう、ね。何でも作れるよ。何でも作れちゃう。7万円でプリン作るじゃん。7万円でプリン。うん。蒸しプリンみたいな。うん、え、プリン作れるの？あ、あれ作りたい俺。はい。茶碗蒸し。茶碗蒸し。ああ。そうだっけね。どうなんやろ。作れそうじゃね。まあ、作れそう。確かにプリン作れたら作れそう。茶碗蒸し作ろうぜ。たこ焼きとか作ってみたくないですか？たこ焼き、うん、はい、うん、ちょっと巨大なたこ焼き、あ、あ、昔作った気がする、うん、そっか。パンケーキみたいなの取った気がするまあ、でも茶碗蒸しちょっと作ってみたいですね。茶碗蒸し作ろう。めっちゃうまい。おいしい、すごく。ありがとうございます、うん、じゃあうまい。ちょうどいい硬さ。よし、じゃああれだな、まずのれん買ってきて、はい、オーダーしてね、はい、ボンボン食堂つって。で、あとちょっとこうね、屋台作ろう。そうですね、もう徐々にここがもう、だってここさ、トレーニングマシンあるんだから何でもできるよ、ここ、うん、もうトレーニングマシンからもう徐々にこう、いや、ほんとトレーニングマシンを屋台に変形させて、ちょうど椅子みたいになってますからね。そう、あ、なるほどね。ところがここにのれんかけて、あ、なるほど。あ、いいぞ。はい、いらっしゃいって、ね、もう今誰も使ってるし、これ、うん、あ、もう誰も使ってないですか。知らない。まあ、だからラーメン屋さんとかもねできちゃいますよね。おでん屋さんみたいな、うん、ラーメン屋もここだけでも5個できるじゃないですか。もう屋台屋さんごっこみたいな。ああ、確かに。まずはまずはここでやる。ラーメンもいいね。ラーメン屋さんやってほしい。うん、いいね。で、雇うか、誰か。雇います。じゃあ、よっちさん雇います。ダメだよ